それは何のまやかしじゃ。私は見飽きた。読みこそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。義がお主を縛り、憎悪がお主を縛り、一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。読みからは一度のみ回帰が許される。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。恥を知れ。恥を知れ。
アイコもこの地に不覚にもお守りできず、お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれる者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待つ。